い、皆様こんばんは。本日もちかショータイムご視聴いただきありがとうございます。46期生パパボール専属の古田翔子です。47期生菅井里乃所属の寺下ちかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、前回から結構専念させてもらってたんですけれども、今回はプロボーラーではなく、違う業界のスポーツ選手ということで、緊張するね。いや、めっちゃ緊張してるよ。やばいね。だって翔子はさ、でも接点があるじゃん。うん、接点ないからね。本当だね。まあでも早速呼んでみたいと思います。本日は内藤大樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。では自己紹介をお願いします。プロ格闘家として、まあ、活動してます、内藤大樹です。よろしくお願いします。実は私たちより年下で、やばいよね。やばいね。1個下？そうですね、25の年ですね。5になるんだもんね。私たち26だもんね、はい、そうですね。うん、いやー、若い若い若いし、いい体してるし。それしか言ってない。うん、いやー、本当にもうそのね、やっぱボーリングしてる方が多分今回見てるのが多いと思うんで、その成績というかどういうタイトルがあるっていうのをこう教えてもらえたらいいなと思うんですけれども、はい、教えてもらってもいいですか？そうですね、まずシュートボクシングっていう団体で、うん、まあ、元々今持ってないんですけど、うん、スーパーバンタム級って言って55キロの階級で日本チャンピオン。日本チャンピオンやって、はい、すごい。やって、そうですね、今は海外を拠点に海外の団体と契約して、今はまあ海外のワンチャンピオンシップっていう団体で試合してますね。すごいね。じゃあよく海外に行くの？そうですね、まだ契約して3戦しかしてないんですけど、基本的にアジアを舞台に戦うあの団体で、そうですね、はい、すごーい。日本だけじゃなく、そうですね、今はもう海外でやってます、ね。すごいね。うん、いやーっていう感じですよ、皆さん。いや、なんかなんで今回このシュートボクシング内藤大樹選手なのかっていう方もね、多分いると思うんですけど、まあ今までまあもちろんプロボーラー、私たちプロボーラーなんで、プロボーラーの方をゲストに招いてきてたんですけども、実は地元が私と大樹くんが一緒で、同じ豊橋 でなおかつあれつ、何年ぐらい前だったか忘れちゃったんだけど、はい、なんていうの、アスリート応援プロジェクトみたいなのがあったんだよね、そのブログ、ね、豊橋市のね、はい、そうだよね。でそれで私と大樹くんっていうので一緒にやらせてもらってて、そこがきっかけでもうボーリングもやっていただきましたよ。あ、やりましたね。ね、はい、一緒にやったよ ね、はい、で私人生初めてリングに上がった、花束を渡したっていう。あ、そう、あ、ね、覚えてる？覚えてます、覚えてます。もうなんかこうやって開けてもらってさ、懐かしいですね。懐かしいわ、はい、そんなのもありまして、今回ぜひっていうことでお話しさせてもらったら、心よく引き受けてくださったので、皆様にぜひ知っていただけたらなと思っております。はい、ということでですね、まあ早速コメントを拾っていきながらいきたいと思いますけれども、はい、ちかね、初めてだもんね。うん、初めて。どう、印象。初めまして。初めまして。ね、いや、すごい、いいね。いいね。何が、好青年な気がします。いや、本当に、本当に好青年。マジで。
はい、っていう印象を私も持ってる。うん、お願いします。お願いします。あの写真がねいっぱい写って、うん、皆さんのところに多分写ってたと思うんですけど、本当にもうなんか、うん、いい体してるしねえ、なんてんだろうな、つら鍛えてんだろうけど。そうではですね、いきますよ。うん、内藤さんに質問です。腕を太くする方法ありますか？腕、腕ですか？うん、でも自分も腕太いタイプじゃないんですけど、なんかでも 腕立てぐらいですね、やってるの。あ、まあ、そうっすね。え、もうトレーニングは毎日やってる？そうですね、日曜日以外は毎日、収録でやってますね。えーはい、すげえ。やっぱそうだよね、そうじゃないと、そうだよね、維持できないよね。うん、すごいわ。腕立てですよ、中田さん。腕立てしてください。はい、はい、やってください。そして、まあ、いうらさんからスパチャいただいております。こんばんはっていう一行だけですけど、スパチャをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、山本大輝さんっていう方からスパチャいただいておりまして、内藤選手へ質問です。プロ野球、お相撲、J リーグなど、ボクシング以外で、観戦に興味あるスポーツはありますか？そうですね、あんまり実は基本的に見ないんですよ、スポーツ。え、もうボクシングばっかり。そうですね、スポーツするのもあんま得意じゃないんで、正直。ええー。なんで余計に見ないかもしれないです。なんかマジで？そうです、運動神経良くないんで。嘘、嘘でしょ。結構言われますけど、本当に悪いんですよね。嘘。絶対、はい、みんな信じないよね、そんな言っても。うん、え、うん、なるでしょ。うん、いや結構そうやって言われますね、毎回。うん、はい、絶対できるでしょ。運動神経悪くても俺は ねチャンピオンになれるんだ。あ、でも格闘技やってる人結構運動神経悪い人多くて。本当。あ、結構多いですね、なんかチャンピオンの選手たちでも大体運動神経、球技とかダメみたいな多いっす。意外。ボウリングと一緒かもね。ああ、まあそうね。ボウリングもそんなに運動神経関係ないもんね。うん、あ、そうなんですか。確かに。うん。運動神経関係ないと思うかな。まあでも努力してないとね。うん。カバーできないから。うん。すごいわ。すごい。いや。うん。でね。うん。和田治さんから、うん、チカプロ、ショコプロ、こんばんは。内藤選手、はじめまして。シュートボクシングというものを2人に分かりやすく説明してあげてください。めっちゃ助かる。お願いします。お願いします。そうですね、シュートボクシングは、うん、本当に簡単に説明すると、うん、パンチと、うん、ま、キック、蹴りと、うん、あと、投げる、柔道みたいな。投げ技、投げてもいいな。でも投げてあと攻撃するのは反則で、投げるまでで終わりなんですけど。え、投げて締めるのはダメってこと？締めるのも立ったまま締めるのは OK ですね。なんか寝技しながら締めるのはなしなんですけど、あ、立ったまま後ろに回って相手の首締めたりとか、そういう技もあるので、あ、そうそう、そういうのは OK です。なんか、なんていうんですかね、立ったままだったら何でもありみたいな感じの、結構ルールですか。どうなんだ。じゃあ、はい、パンチもキックも締めるも OK みたいな。OK ですね。総合格闘技だっけとはまたちょっと違うってこと？それは寝技もあるってこと？あ、そうです。結構言われるのは立ち技総合格闘技って結構言われますね、そのシュートボクシングは。本当に寝技以外は全部総合格闘技に似てるんで。うんうんうん、うん、はい、すごいね。じゃあポコってポコっていくんや。いくし、そうっすね、やられる時もあります。でもなんか私思ったのが、そのまあ見に行かせてもらった時があって、で結構まあ
近いところで見させてもらって、もう見てられない。うわっうわっってなる。痛そう。痛そう。うん。え、実際痛い？あ、でも試合中は意外と感じないんですよね、多分。やっぱ。アドレナリン出てるね。そうですね、アドレナリン結構出てると思うんで、でも終わった本当に直後から痛いっすね。一気にこうなんか安心した時に来るみたいな、ありますね。いやー、もうなんか本当に音とかも、うんうん、ボコッみたいな感じじゃん。うん、そうそう。あってなる。やばい。そうなのね。血出たりとかするよね。そうですね。そういうのもやっぱ全然普通になりますね。やばー。でも綺麗な顔だね。ね。あ、でも自分はあんまり試合中に血出たりとかし、顔まま腫れないタイプですか。ああ。はい。殴られない。あ、でも基本的にあんま殴られるのはやっぱ痛いんで。強いな。なるべく殴られないようにしてます。すごいね。いや、すごいわ。うん、本当に。いや、もうね、なんかいろんな話、私たちには未知の世界だから、はい、面白いよね。うん、本当、いろいろ興味ある。ねえ。そしてですね、ちょっと次に行きますね。うん。内藤選手に質問です。ボウリングのハイスコアはいくつですか？ボウリングのハイスコアですか？え、でも、本当にめっちゃ頑張って、150とかですね。いや、でもハウスボールだったらね。うん。そうなんですか？でも俺、基本的に多分、100いかないとか、100前後ぐらいですよ。かわいい。ね、いいよね。うんうん、いいよね。どんだけやるの？ボウリングって。え、2ゲーム3。ああ、いや、でも、あ、そうですね。1年に3回とかぐらいですかね。1年に3回とか。4ヶ月に1回ぐらいとか。たまにやるみたいな。そうだよね。うん。筋肉痛になる？その、投げてさ。それはないですかね。ああ、やっぱそうなんだね。鍛えてるからね。でも、なんか、集中力が、うん。その、プロボウラーの、方たちとかすごいなって思うのが、うん、何ゲームやるんですよね、ああやって。そうね、まあ予選とかだと、うん、10ゲームとかもあるもんね。予選10ゲームすごいっすね、なんかもう、12ぐらいね、そうだね。1ゲームは結構限界っすね、その。10回投げるのに限界。1から10。そうっすね、なんかもう、どんどん乱れていきます。まあ、集中力。でもそうか、ボクシングとかはもう何、うん、相手を見て例えば来そうだな、これ来そうだなみたいな、そうですね、完璧なのが結構強いですかね。すごいね。ちなみに何ラウンドぐらいあるの？と基本的に3ラウンド で、うん、で結構そのタイトルマッチって言って日本ベルトをかけた戦いとかは5ラウンドが結構多いですね。5ラウンドすごいね。え、1回1ラウンド何分？3分ですね。何分？で休憩が1分ですね。へぇ、じゃあ3分ずっと動いてて、1分休憩でみたいな。で、3分動いて、1分休憩で。で、また動いてみたいな感じです。はぁ、無理だわ。集中力そっちの方がね、きつそうだね。でも体力は絶対的に必要だよね。そりゃ、まあそうだけど、ね、ボーリングよりかは確実に。すごいわ。うん、うちら体力ないからね。やばいね。ではでは、どこですかね。あ、なんか和田修さんが写真と違って意外と可愛らしい内藤選手。いや、ほんとね、確かに、うん、私もそう思う、うん。写真とまたちょっと違うよね。うん、ね、なんか柔らかかった思ったより。あ、結構言われますね、初対面の人とか、うん、人見知りでなんか怖そうってやっぱ結構言われるんですけど、うん、話し始めたら結構なんかイメージ違うねみたいなやっぱ言われますけど。うーん、人見知りするんだ。
すごい人見知りです。確かにな。いや、いいわ。いいわ。うん。なんだろうな。あ、憧れの格闘家は誰かいますか？マサト選手ってわかりますか？うん。わかります？なんか。あ、よくテレビに出てた人。ああ、そうそうそう。多分わかる。憧れて。プロになりたいって思ったのも、そうですね。それがきっかけみたいな感じです。ちなみに、まあ、私たちももちろんプロテストがあって、はい、プロテスト合格したらプロなんだけど、はい、どういうプロテストがあるんだよね。プロテストあでも、キックボクシングというか、うん、ボクシング、パンチだけの競技あるじゃないですか、ボクシング。ボクシングは多分そのプロテストっていうのを受けてとか、筆記試験とか多分あると思うんですけど、キックボクシングは結構そのアマチュアの試合で、うん、その評価されて結構テストとか基本なくて、そう成績で結構、うん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 、プロにまあ上がるとか上がれないとか結構、はい、もう正直じゃあそっちの方が難しいよね。そうだよね。プロテスト、だって常にじゃあある程度成績残してないそうですね、成績で結構決められる感じですかね。それは、そうなんだ。プロテストというものがあるわけじゃないんだね。そうですね。実績がなければってことだよね。そうですね、でも、逆にそのジムが結構その成績を見て、うん、まあ、ジムの代表がこの許可を出せばっていう結構流れが多いんで、うん、意外とその、なんていうんですかね。逆に難しくない場合もやっぱあるですかね。そいやでもね、やっぱり日本一になってるから、うん、まあそんなね、あれやけども。うん、で、まあ本当になんか、みんな質問、私たち2人の時はそんな質問来ないんだけどさ。来ないね。興味あるらしくて、あれないけども、内藤選手に、ない、神々や。内藤選手に質問です。うん、テラスタプロ、女子プロボーラー界のアイドルですが、最近の女子ボーラーって美人が多いと思いませんか？ああ、でもなんか、それはすごい思いますね。思いますか？なんか、なんか自分の意見、なんか感じた感じ、見て、うんうん、ちょっとなんかアイドルグループみたいな感じじゃないですか。あアイドルグループっていうか、なんかそういうかなんかイメージ、うんうん、なんかイメージちょっと違ったというか、うん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 。あ、はい、こんな子もいるんや、みたいな。意外とそれプロボーラーっぽく、プロボーラーっぽくないっていうか、普通にアイドルにも言いそうなことも言うもんね。なんか、そういう印象を受けましたね。確かにね。うん。まあでも、そうだね。可愛いなっていう子おるもんね、プロボーラーとかにね。いるよね。いるいるいる。うん。本当に。あ、なんかもう本当、ごめんね、質問ばっかりで。あ、大丈夫です。 100m 何秒で走れますか？100m ですか？走るのは得意？まあ苦手でしたね。でもやっぱ練習で走ったりとかやっぱ結構するんで、うん、速くなってると思いますけど、うん、はい、もともとすごい嫌いですよ、走るの。でもやらなきゃいけないんで、うん、今でも好きか嫌いかで言ったら嫌いな方ですね、走る。そうなんだ。はい。速そうだけどね。そうだね。うん。シャ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 っていきそう。うん。速そう。全然普通だと思いますね。なんかもう、ほんと平均をいくみたいな感じ。まあでも、それでもね。でも走るってまあそんなに必要ないのか。どうなんだろう、わかんないけど。必要なんじゃない？持久力は必要だけど。はい。別にそんなになんか猛ダッシュするっていうあれはいらない。そうですね、走るスピードはそんなに、うん、ただいっぱい走った方がやっぱいいんですけど、うん、はい、そうよね、持久力って大事だろうなとは思う、見てて。何もね、素人目から見てだけど、だってずっと動き回ってんだよ、絶対無理じゃない、私たち。無理無理、あ、もう無理ってなるよね、うん、もう諦める。
早く休憩になってみたいな、うん、絶対それは無理だわ、うん、すごいわ。あと内藤さんはプロテイン飲みますか？飲んでいたらおすすめありますか？プロテインはそうですね、ちょっと飲みますね。そんなにすごいいっぱい取るわけでもないんですけど、うん、うん、1日1回とか。そうですね、練習終わった後に飲むぐらいなんで、本当に練習後に飲むぐらいですね。はい、それはもう毎回決まってるの？なんか、なんていうの、ジムで決まってるっていうか、自分でこれがいいと思って飲んでるのか、はい、もうなんかその、あ、そうですね、なんか、サプリメントは、なんかサポートしていただいてるメーカーさんというか、があって、はい。うんうんうん、検体さんって言うんですけど、まあ検体って言うんですけど、検体さん？検体って言うんですけど、はい。検体。多分検体で調べれば結構出てくると思うんですけど、このサプリメントを結構よく飲んでますね。うんはい、うんうんうん。です。検体さんで検索してください。です。腹筋というかパンチに負けない。お腹を鍛えるのに、はい、重たいボールをお腹に落としてる映像をよく見ますが、はい、あれをボーリングのボールでやってみるのどうでしょう？いや痛そう。やばそうっすね。折れる折れる。ボールよりも硬いはずって。いや絶対やばいと思いますね。で7キロ約7キロよね、うん、15ポンドだとね、うん、あーやばいっすね。怪我しちゃいます。それはやばい。さすがに。いややばいと思いますよ。え、音やる？そういうなんか重たいものを人乗せたりしますね。人乗せる。でもあのお腹に、まあ、自分が寝転がってその踏んでもらうじゃないけど、うん、でも多分落とされるよりはまだいいかなと思います。まあそうだよね。そうです。でもなんかあれだよね、あんだけの体見たらいけるんじゃないかと思っちゃうよね。そうだね。耐えれそうじゃない。耐えれそう。うん。ちなみにいつから始めてるの？格闘技ですか？うん。格闘技は3歳からやってます。え？え、それは何？なんか家族がやっててとか？いや、なんか無理やり連れてかれた感じというか。多分なんかさせたくて、初め空手やってたんですけど、うん、武道ってなんか、礼儀とか、うん、その、やっぱ結構厳しいんで、まあ教育じゃないですけど、まあそういう感じで多分連れてかれて、みたいな。うん、初めはいやいややってましたけど、で徐々にハマってったみたいな感じですか。すごいね。すごい、3歳からって。すごい。3歳。記憶はある？ない。ないっすね。ないよね。家が多いじゃん。すごっ。3歳だって、私たち、ね、私たちって、私は7歳からボウリングやってたけど、それでも早いねって言われてたのに。うん、あ、7歳からやってるんですね。7歳からやってた。けど、それでも早いねって言われたのに、もう3歳、うんうん、もっと早い。早いね。え、お兄ちゃんいるよね。あ、そうです。1個です。あ、1個ですね。あ、私たちと同じ年。あ、そうそう、同じ年ですね。あ、そうやったっけ。お兄ちゃんも同じぐらいからやってたの？そうですね。一緒に始めたんで4歳からじゃないですかね。はい。そうなんだ。で、今も一緒にやってるんだもんね。今もやってますね。すごい。仲良し。いいね。ねえ、兄弟でできるのはいいね。そうっすね、うん、私たち妹いるもんね。違う、はい、ボーリングする？一切しない。ああ、いいな、羨ましいなと思う、兄弟で。うん、そうだよね。確かに私も弟いるけど、もうね、数ヶ月に1回しかボーリングしないから、うん、おうん、あ、ボウリングは一緒に始めたわけとかじゃないですか。うん、私がやってて、私が7歳でやり始めて、
向こうは5歳からやり始めたから弟は。あ、はい、途中は一緒にやってた時期はあったけど、はい、高校生になったらそれは遊ぶ方が楽しくて、あ、まあまあまあそうっすね。ボーリングどころじゃなくなってしまって、はい、うん、だからそこをねすごいね学生の時もしっかりとやって、いやすごいわ。うん、弟もいるんですけど、あ、そうなんだ。あ、そうですね、3つ下に弟いて、うん、弟もやってます。一家ですごい全員結局なっちゃいましたね、そのプロ格闘家じゃないですけど。そういうつもりはなかったらしいですけど、親子は。はい、なんか気づいたら全員やってました。すごいね、それを続けられるってことは、そんだけやっぱ魅力を感じて。そうですね。ねえ、3人ともやってんだって。3人兄弟？3人兄弟です。男の子3人？全員男っすね。それもすごいな。うん、そうなんだ。はい、すげえな本当に。ではですね、うん、日頃の練習で一番きついわっていうのはどんなトレーニングでしょうか？一番きついトレーニングですか？うん、そうっすね、なんかあのサーキットトレーニングって言って、うん、なんかいろんなあの種目というか走ったりとかボールを投げたりとか、うん、それこそなんかサンドバッグ物を打ち込んだりとかっていうのをずっと何種類もこうやってくる練習があるんですけど、そういうの結構しんどいっす、うん、確かにいろんなことをやるんだ。走る、そうっすね、投げる、なんか時間は短いんですけど、なんか20秒動いて10秒休むをずっと繰り返すみたいな、走って次ボール投げてとか、なんかロープ振り回してとか、そうそう、そういう練習は結構しんどいですね。スタミナトレーニングなんです。ああ、すごいね。それをなんかこう、なんだろう、何クールっていうか、それ一通りじゃなくて、はい、なんか何回もやるの？一通りでとりあえずそれ終わり、3分を1回ずつやる、うん、6セットとかですかね。日によって結構変わるんですけど、そういうの結構やったりとかします。もうなんかあってなんで、うん、ね、多分1セットもできないよね。1セット必須でできて、もう次ムルムルムルみたいな、もうパスみたいな、うん、いや私ね、トレーニングであのボクサーさんでトレーナーさんが元おで、こうあのトレーニングの内容でこう打たせてもらったことがあるんだけど、うん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 、もう死ぬかと思った。たったの1分で、うん、なんか長く感じると結構いますね、そのすごい体験に壊れる方とかいるんですけど、うん、その何ですかね、格闘技の動きって多分普段なかなかやらないことなんで、うん、時間が長く感じるって結構みんないます。すごかった、想像と全然違った。もう思ったよりしんどい、疲れる、めちゃくちゃしんどいの。たったのねこれだけなんだよ、殴ってるだけなんで、ね、そうそうそう、なのにもう何回かでもうみたいな、もう死にそうになって。すごいなって思った、その時。うん、そうだよね。しかもだってそれをさ、その止まって打つのとさ、またこう動きながら避けながら、ね、いろんなことしながら打つとか、うん、ちょっとすごいよね。はい、すごいわ、それは体力いるわ、うん、いるわ、うん、本当に、うん、ではですね、次もう多分結構来てるから読んでいきますね、うん、たくさんと。はい、内藤選手に質問です。お酒は筋トレの天敵ですか？私は筋トレしてますがなかなか引き締まりません。酒はやめれません。お酒ですか？うん、飲む？いやでも本当にたまにっすね、なんか友達と集まった時に飲むぐらいですか、うん、でも飲むって言ってもちょっとなんですけど、そんなに得意じゃないんで。
そうなんだ。場は好きですけど。うん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 。そんなにじゃあお酒自体は、まあ、飲まない。本当にたまにぐらいな。でも全く控えてるってわけでもないんで、全然、はい。そういう時があれば、まあ飲むかな。そうですね、試合とかがなければ、はい。やっぱ試合とかのどれぐらい前からこういろんなことを気をつける？大体1ヶ月前ですかね。1ヶ月前ぐらいから結構。はい。そうなんだ。ちょっと私1個すごい聞きたいことがあって。どうぞ。はい、食事制限は、はい。どのような内容で、いつからやってるんですか？あ、でも大体食事制限は、試合の2、3週間前ですかね。その決まった体重にもよるんですけど、うん、あ、大体長くて3週間ぐらいで自分は、うん、それまではもう全く気をつけないんですけど、2、3週間前ぐらいからなんかなんていうんですかね、3食朝昼晩、うん、しかまず食べないのと、食べない、あ、基本3食にする、まあ普通、普通多分3食当たり前だと思うんですけど、うん、その完食、完食とか、うん、完食。完食とかって結構みんなしちゃうと思うんですけど、うん、そういうの全くなしにしたりとか、うん、あとなんていうんですかね、内容はなんか、本当にサラダと、なんか、肉とか魚、うん、で、お米をちょっとずつみたいな感じですか。うん、へぇー。でも全く食べないっていうのは、なんか体にやっぱ良くないんで、うん、それはしないです。はい、そうだよね、なんか体重、そのなんか何キロ級とかだったら何キロ超えてたねとかいう、うん、そういう制限があるんだもんね。そうですね、うん、ああ、そこに合わせなきゃいけない。はい、すごいわストイックだね、ほんまに。え、行かないこととかある？その目標体重に。いや、行かない人とかもいますね。でも正直自分はないんですけど、うん、オーバーしたことは、うん、うん、結構問題になってるっていうか、その格闘技界でも結構その軽量オーバーって、うん、あの珍しくないんで。そうなんだ。結構、え、オーバーした場合はどうなるの？結構ペナルティで、ペナルティがなんかオーバーしたキロ数とかにもよるんですけど、あ、試合なんかすごいオーバーしたらもう試合なくなっちゃったりとか。出れないんだ。なんか罰金とかもありますよ、なんかやっぱり。ああ、まあそうだよ、ね、そうそう、穴を、はい、相手側のチケットとかやっぱ買い取りとか、いろいろそういうのもあります。マイナスしかないです。そうだよね、はい、うん、でだったらね、頑張って合わせるよね。そうですね、結構なんかみんな無理して落とそうっていう人は結構多いんで。うん、へえ、すごいな、すごいね。うん、よかった、聞けた。聞けた、よかった。そうだよね、でも、はあ、え、大会自体はどんぐらいのペースっていうか頻度で？あ、でも大体2、3ヶ月に1回ぐらいのペースで試合は、そうですね、オファーが基本的には来る感じですけど。全国回るんだ、そしたらいろんなとこ。そうですね、基本的に、あ、でも格闘技基本的に東京がやっぱり多いんで。あ、そうですね、いろいろな大阪とか結構やりますけど、うん、結構メイン的な大会は東京が多いんで、うん、割と東京が多かったですかね。うーん、結構でも格闘技、ね、保証がないっていうか、うん、もう負ければ平気で1年試合のオファーがなかったりとかっていうのも結構あるんで、結構シビアな世界ですね。勝ち続ければ結構やっぱ呼ばれるんですけど、1回でも負けちゃうとやっぱりちょっと半年空いたりとかっていうのは全然普通にありますね。そうなんだ。はい。しんどねえ。なんか試合ってそのオファーがないと試合にも出れないってこと？出ないんだね。そうですね、基本的にはエントリーする場合もやっぱあるんですけど、で基本的にはオファーが消えていう形が結構メインになるかなと思いますね。すごい、なんかシビアだね、確かに。そうですね、シビアかもしれないね、ぶっちゃけ。そうなんだ、はあ、すごい。本当に
もうこういう話もこういう機会がないと聞けないからね。はい、面白い。ねえ。うん。あともう一個聞きたいなって。あ、どうぞ。外食はしますか？外食ですか？うん。いや、外食全然します。何食べます？何でも食べますよ。なんか、あ、そうなんかもう、全然普段は食事制限とかしてないんで、うん。もう本当に何でもいっちゃいます。何が好きですか？甘いものが好きで。スイーツ男子。で、なんかめ甘いもの、スイーツ結構食べちゃうんですよね。なんか、量とかも、友達とかから引かれるぐらい食べます、ね。すごすごいね。けどその体を維持するっていうのが。すごいね。すごいわ。減量中は行かない、はい、外食は。減量中は、そうですね。基本的にやっぱ家で作ったりとかがメインになるんですけど、うん、そうですね。減量中も、週に1回はなんか、好きなものを食べていい日を作るんですよ。開放日じゃないですけど。なんかストレスと、あ、そう、チートデイ、うん、チートデイを作るんですけど。そういう時はやっぱ行きますね。外食したりとか。週に1回。はい、週に1回。週に1回。参考にします。ありがとうございます。参考にします。週に1回は OK と思うとこ。めっちゃ OK。そう、そうしよう。いいね、それ。そうしよう。そうだよね、全くダメって言うとやっぱりそうっす、ね、多分ね、しんどいもんね、嫌になっちゃうと思うんで、うん、はい、すごいな、OK、週に1回では試合中殴られてムカッときて倍返しだってしたくなりますか？うん、いやそれは思いますよ。なんかやっぱりなんかいいのを入れられたりとかしたときに、うん、多少やっぱ気持ちが入るというか、うん、まあ熱くなるのはみんなやっぱあると思いますね。まあそうだよね。はい。いやーでも痛いな。痛い、もう本当に痛いと思うもん。なんかもう分かんないけど、殴られたことないから分かんないけどさ。うん、もう意外と耐えれるって言いますけどね、みんななんか。でもあんまり試合にその集中できてない時とかは。あ、そう、結構痛いなって思っちゃうとき、結構試合に集中できてないというかが多いですかね。すごいやっぱ集中してると、なんかアドレナリンってすごいですよね。不思議な感じですよね。そうなんだ、ね。すごいね。うん、でも痛って思ったら、あ、今俺集中してないわ、みたいな。あ、なんかちょっと違う、不安になりますね、逆に。その、あんまないんですけど。はい。やっぱすごいね。そっから集中力を高めるには何をするの？そうですね、もうでも気持ち的な部分が大きいんですけど、なんか集中、なんか言い聞かせですかね、自分に。あ、なんかこれっていうのはないんですけど、本当気持ちの部分ですかね、やっぱり。気持ちは結構精神的にというか格闘技強いかなと思います。まあでもそうだよね、うん、ボーリングもメンタル結構大事っていうもんね。大事ですよね、やっぱり メンタルって。そうですよね、やっぱり大事だと思う。言い聞かせる、言い聞かせよう。あとは、あとは普通になんかお化けは怖くないですかっていう質問が。いやー、お化けはめちゃめちゃ嫌いですね。怖がり、なんかお化け屋敷とか、うん、無理です。え、逆に、うん、得意ですか？無理。私めっちゃ好き。てか見るよね、見るよ、好き。え、好きなんですか？怖がりだけど見るんだもんね。うわ、ビビりなのに好きなの。なんか、あ、でも怖いけど、なんかその何ですか、ま、友達とか大勢で見るのは好きっすよ、うん、なんか好きってか、ビビりながら、うん、一人とかで見れます？無理。え、行けますか？見るけど、トイレとかお風呂がもう怖い。でもすごいですね、一人で。うわ、ずっと無理っすね。無理。私、大勢でも無理だもん。ああ、うん。ただのビビりだけど、本当になんかもうトイレとかも、なんかもう、めっちゃ早い。なんか、
あの2階実家とかさ、2階に自分の部屋があって、うん、1階トイレとかだと、もう階段とか、タタタタタタみたいな。超早いみたいな。怖いもん。怖いっすよね。無理だよね。いや、無理っすね。でもなんかさ、まあ、どこもそうだと思うけど、地元とかの、そういうスポットあるじゃん。あ、ありますね。え、ああいうの行った行かないタイプです。なんか行かないタイプだよね。なるべく触れずに行くっすね。誘われますけど、やっぱり一回は絶対みんなやっぱそういうのあるじゃないですか。うん、あるあるある。そこは乗らないですね、やっぱり乗らない。はい。ちかはそういうとこには行かない？でもお父さんには絶対に行くなって言い聞かせられてきた。うんうん、お遊びで行かない方がいいよって。そうだね。だから見る分にはいいと思うけど、実際にそうやって行くのはやめときなって言われたから一回も行ったことない。間違いない、本当に多分死んじゃう言ったら。いやー、私もう絶対無理。うん、バレたこともなかったけど。私女子校だったからさ、そんななんか、まあ、ないっすね。ない、基本的になんか男の方が多分男。そうだよね、免許取り立てとか結構結構あるじゃないですか、そういうの。ある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 。行かないっすね。でもだって弟めっちゃ行ってたもん。あー、やっぱ行きますよね、なんか、うん、でもやめてほしい。うん、一緒に住んでる時とかもね、連れて帰ってくるって言うから。あー、連れて帰って、そうっすよね。ねえ、本当にやめてほしかったけど、うん、行ってたわ、そう思うと。有名なところ結構なんかあるもんね。ありますね。ねえ、豊橋、はい、豊橋あるよね。えある。もうだからトンネルとかも本当無理だもん。いやー、怖いっすね。怖いよね。なんか何もないトンネルでも一人で運転してる時通るのあんま好きじゃないっすね。そう、夜通りたくない。いやっすね、なんか、うん、怖い怖い怖い。それは無理だわ、うん、本当に。いや、お化けはだから、まあ、ある程度みんな怖い。はい、でも地下は見れる。本当に。すごいね。うん、内藤選手、古田プロにお願いすればマイボールとマイシューズプレゼントしてもらえると思いますよ。、ね、ボーリングね、うん、いや本当に。でも1年にもうちょっと増やしてもらえたら。なんか行き出すと、うん、なんていうんですかね、行けば、あ、なんかやっぱ面白いなと思うんですけど、うん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 、なかなか。でもボーリングは好きっすよ、結構好きっていうか、あのまあまあ説得力ないかもしれないですけど。盛り上がりますよね、みんなでやっぱり行くと。うんうん、いいよね。うん、でもなんかボクシングとかそういうのやってみたいなって思ってた時期あって。おお、なんかやっぱ動くじゃん、はい、普通に体力をつけるとか絞るっていう方でね、そのガチで作るって、ボクシングすごい、うん、やってるだけで運動になるだろうし、うん、と思った時はあった。思っただけね。あ、そう、実際やらなかったけど、そんな、はい、でもなんか楽しそうだなと思った時もあって。うん、殴られるのは嫌だけど。あ、でも結構増えてますよ。なんか女性が、うん、あの運動目的でそのキックボクシングやるみたいなのは、うんうん、最近多いですね、やっぱりね。ね、なんか普通に楽しそうだもんね。ね、興味ある、私もね。うん、本当にすごいわ。あ、内藤選手の体脂肪率聞いてみたいです。いや、最近はあんま測ってたことないんですけど、え、10はでもないと思いますね、常に。多分ですよ、多分です。でもイグザイルの、そう、ほんまや。本当にやば。そうだよね、そうだよね。まあでもそういう体してるもんね。うん、体のことしか言わないけど、そういう体してる。本当にムキムキマッチョマン、いいな。うんうん。すごいな。あら、那須川天心選手にはぜひ勝ってほしい。ああ、ありがたいですね。なんか同じ年ぐらい、ちょっと下、
3つ下ですかね。あ、そうなんだ、ね。で、2回やって2回とも負けちゃってるんで、自分は。うん、やってるんだ。あ、そうです。2回、まあ、負けちゃってるんですけど。そうですね。なんで、もう、なんか、そうやってまだ見たいって言ってくれるのはありがたいです。うんうんうん。し、まあ、頑張ろうと思います。うん。今、出てる。うん。いい体が出てる。ああ。これちょっと、そうですね。試合前で体絞ってるとき。バッキバッキバッキ、うん、すげえな、すごいわ。那須川天心、え、ちなみに、はい、すごいなんか地元話になっちゃうからあれなんだけど、はい、桜みくるくんと、あ、はい、ともやったことあるの？あ、練習は地元にいるときに何回かやったことありますね。そうなんだ。その練習に来たりとか、あ、そうですね、みくるくんのが来てとか。うん。今もう東京にいるんですけど。あ、二人とも？あ、そうですね。で、それで、普段連絡取ったりとかはないんですけど。うん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 。それでなんか、地元帰ってきたときに練習させてもらってやったこととかもありますかね。練習は地元のときにやってますね。そうなんだ。はい、どうなんだ。ちか、聞いたことあるかな、名前知ってる？あんまりわかんないかな、まあ、でも有名だよね、今ね、まあ、YouTube で、はい、そうだよね、見てみます。この前カイ君なんかチャンピオンになったんだよね。ああ、そうですね、なんかそうだよね、はい、チャンピオンになりました。なんか地元豊橋っていうのがすごいんだね。そう、すごいって思って、うん、私も知らなかったの、地元が一緒っていうのは。うん、豊橋結構多いんですよね、格闘家でも多いんだし、結構みんな有名な選手多いっす。そうなんだね。はい、すごいわ、うん、頑張ろう、何を頑張るか、何頑張ろう、同じ豊橋として頑張ろう。あ、そして好きな女性や男性のタイプを教えてください。どういう女性が好きなの？もう普通のプライベートです。そうですね。なんですか。あんまりこだわりないですけど。なんか難しいですね。どういうって聞かれると結構難しいよね。うん、そうっすね。なんか。難しいですね、結構。え、同じ趣味を持ってる人がいい？だから、その、趣味っていうか、まあもちろん趣味じゃなくても、一緒の仕事とか、仕事をちゃんと分かってくれる人とか。ああ、理解してくれる人はやっぱりもちろんですけど、うんうん、なんか、趣味とかは別に全然別でいいかなって思っちゃうんですか。趣味って何かあるの？何？趣味はないんですよね。なんか募集します、募集っていうか探してます、なんか趣味なくて、ね、なんか、うん、基本やっぱり練習がもうメインなんで、うん、その1回の休みってやっぱ結構体休めることに結構時間使っちゃうんで、うん、あんまりその趣味でも趣味結構聞かれて毎回答えられないんで、いろいろやってみるんですけど、うん、続かないんですよね。そうなんだ。だよね。彼女作ってる暇ないよね。いや、全然そんなことないですけど。そうない。はい。受ける。いやって頼む。でも大変だと思うんです。その理解してくれる人じゃないと、やっぱり結構。うんうんうん、ついるもんで。そうだよね。はい。確かに。あ、確かにな。うん。いいね。では、ちょっとバーッと飛んで、スパチャいただいてるので。うん。徳尾さん、絵や歌は得意ですか？好きですか？絵とか。絵は描くの得意ですね、結構。おー。最近は全くもう描かないんですけど、小学生の頃とか、中学生の頃とかは、ああ、中学生の時とかは結構、感じた。何ですか、評定1万位とか。そうですか、あの、すごい。
あとか結構ありましたね、なんか。絵は好きっすね、描くのとか。うん、歌は？歌は得意か分かんないですけど、カラオケはたま、あ、結構行ったりとか、友達と行ったりとかします。うーん。そうなんだ。ちかカラオケ好きやもんね。そう、好きなんだっけ。好きだもんね。うん。めっちゃ可愛いよ、ちかの歌ってるとこ。マジで、もうみんなに聞かせてあげたい。やめろ。キュンキュンってするもん。キュンって。もう何でも入れまくるから、マジで。これも歌って、これも歌って、これも歌って、つって。いつもリクエストなのね。行かれるんですか？行くね。よく。そうだね。ようこと。ね、行ってたね。うん。私は入れる係。歌うの。ね。ね。そうやね。全然歌ってくれないでしょ、これ。うん。歌わない。あ、歌わないですか？うん、みんなだってずっこけちゃうもん。翔子の歌はね、いいよ、個性があって。全然下手じゃないから自信持った方がいい。いや、もうでもね、なんか、ダメ。もうなんか、でも面白い。一生懸命歌うんやけど、ダメ。いいと思うよ。本当に。いやー、あ、ちょっと待って、で、スパチャね、いただいております。うん、とかだ。ですね。あ、トモキーさん。うん。今から参加でごめんなさい。内藤選手出演おめでとうございます。アスリートの思考はとても興味。ごめん。何？あかん。ひどい。アスリートの思考はとても興味あります。終わったら最初から見ます。うん、ありがとうございます。ああ、ぜひ。はい。本当に。そして、トコさん。うん。出会い後、まず食べたいと思うものは？あー、でもやっぱりスイーツですか。かわいい。いいね。え、スイーツの中でもさ、何が好きなの？え、シュークリームとか。かわいいね。いいね。あとパンケーキとか結構好き。パンケーキのさ、インスタ載せてるの見てさ、めっちゃ美味しそう。マジでどこって思って、なんか好きっすね、なんかそういう。いや、本当にパンケーキもめっちゃ美味しそうと思って、いいな。なんか嫌いなもんないっすね。何でも好きっすね、本当に。何でも好き。甘いものなら何でも好き。いや、もう何でもいけますね。なんか写真出てきた。ああ、なんか。インスタに載せたやつかな。ねえ、めっちゃなんか美味しそうだと思って。え、これどこ？あ、これはでも本物のやつで、なんか、あ、豊橋ですよ。豊橋だけどこれ本物じゃないです。本物っていうか、メニューに載ってる写真撮っただけです。あ、でも そんな感じのが出てくるですよ。あー、ちゃんと？はい。あ、本当はメニューって書いてあったね。いや、美味しそう。なんかもう、あ、そう、それ、そういうの美味しいです。やば。結構じゃあいろんなとこ行くんだ。あ、結構やっぱ休みの日、そうっすね、スイーツなんか近場ですけど、うん、インスタでこう見て結構リサーチしてやってます。パンケーキ豊橋みたいなね。あ、結構やってますよ。そうなんだ、意外だわ。うん、ね、うん、すごいな。いいね、なんか、うん、なかなか聞けない。うん。へー、美味しそう。ね、すごいな、パンケーキ。甘いもの、え、クリームとかも好き？なんか生クリームとかクリーム系も全然好き。あー、好きっすね。パフェとかさ、好きっす。何でもいいな。何でも好きっすね、ほんあ、ちなみにコメントでプロボーラーなんですけど、はい、ヘキプロが、お、男子プロボーラーの方がコメントをくださって、はい、ありがたい。なんとヘキさん初めてじゃない、私たちの初めて、うん、興味あるかな、うん、そうだよね。ねえ、そんな機会ないもんね。いや、本当に、あ、うん、ヘキさんでも他のアスリートさん興味あるって。あ、やっぱそうなんだ。確かに。
出てきた、ゆきさん。でですね、内藤さん、寺下プロと翔子プロの印象は？あのなんか、なんていうんですかね。プロボーラーってイメージないですね、本当に。普通に喋ってると？なんか、なんていうんですかね。見た目もそうなんですけど、なんか、その、スポーツ選手に見えない、うん、あ、いい意味で、いい意味ですよ。めっちゃフォローしてくれた。なんか、そういう印象ですかね。なんか、スポーツ選手感がない、イメージは、本当に思いました。じゃあ逆に、チカプロ、ショーコプロ、内藤さんの印象はっていう。チカ。私？うん。その小さい頃ね、あの、武道をやってたおかげなのかなって、この礼儀正しさというか、日本男児的な雰囲気が出てるのは、やってたからなのかなって。でも、あの、ゴリゴリのこうアスリートさんって感じがして、めっちゃいいです。確かに、私も、そうだね。なんか、もう好青年って感じ。もう最初会った時からもそうだし、もちろん今でもそうだし、なんかもうすごい、なんかなんだろう、正直、やっぱこう、スポーツ的に、やっぱ殴る、蹴るみたいな、なんかやっぱ印象が強いから、怖いのかなとか、あるけど、もう全然、もう全然そんなんじゃないし、もし、ね、スイーツ好きとか聞いたらね、余計だよ。そうだね。そう。もう本当に、いやもう、こう、青年のイメージです。かなぁ。そんなこんですね。待ってくださいね。今ね、時間がね、57分なんですよ。ああ、意外とそうっすね。やばいよね。早い。ねえ。っていうことで、まあ、とりあえずスクショタイムいきますか。スクショタイム。なんかポーズ、あ、ポーズあるよね。シュートボクシングって。ああ、ありますね。あるよね。はい。それを一緒にやりましょう。それを一緒に数秒間止まってる間に、あの、今見てくれてる方がスクショを撮るっていう時間なので。はい。どういうポーズでしたっけ？こういうポーズですね。こう？はい。あ、そうです。合ってます。はい。じゃあ、これで止まります。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。いいな、ボウリングもあればいいのにね。なんかね、そうだよね。確かに、ではですね、もうあと残り少ないんで、なんかこう宣伝というか、試合は近々、試合は今やっぱりコロナウイルスの影響で、基本的にやっぱ海外なんで、そうですね、今海外に行けない状態なので、なかなかちょっと先が、はい、見えないんですけど、まあ、でも練習はやっぱしっかりやってるんで、いつでもって感じですか。そうだね。じゃあちょっと美味しいスイーツとか皆さんあったら、ああ、そうですね、ぜひ。豊橋の、なんていうジム？なんてジムに送ってもらうか。ああ、ベルウッドジムでお願いします。インスタにベルウッドジムって言うんですけど。あ、そうね、インスタとツイッターやってるんですよね。はい、結構インスタの方が、あの、結構更新するんですけど、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、なので皆さんインスタとツイッターのフォローをしていただいて、美味しいスイーツがあったらぜひ郵送してください。それでに私たちにも郵送してください。ありがとうございます。次回は何かある？ですね、私事ではありますが、16日に誕生日を迎えまして、どうや、26歳。はい、翔子より一足先に26歳になりました。で、その日にですね、YouTube のチャンネルを開設しまして、
チカピチャンネル、うん、という名前でチャンネルがありますので、ぜひ登録よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じです。はい、私は今週豊橋に帰りまして、うん、チャレンジが土日で2日間豊橋と豊川でありますので、ぜひお近くの方は来てください、うん、ということで、最後にというか、うん、さっきから最後にって言ってるかもしれないけどあの過去の試合のって YouTube とかにアップされてんのかな、対決、うん、ああされてますね、結構、はい、出てると思うんで、じゃあもう名前で検索したら、そうですね、はい、ね、結構出てくると思います、うん、ということですので、皆様ぜひフォローしていただいて、 YouTube でも検索していただいて、うん、内藤大輝選手一緒に応援していきましょう。はいはい、ということでですねもう過ぎてますので締めましょうか、はい、またでもぜひ、なんかまだ全然聞き足りないから、うん、ねえ、うん、もっといろんな話を聞きたい。そうですね、あっという間でしたね、1時間あっという間だったね、はい、またぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。お待たせいただきます。はいはい、ということで皆さん、お時間になりましたので、こちらで終了させていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。